皆さんこんにちは、爆発サザエです。今日は昆虫針に関するいろんなお話をさせていただきたいと思います。まず最初にご紹介するのが滋賀昆虫普及者、通称滋賀コンの昆虫針です。この赤い袋のやつは有頭針です。滋賀コンの針は有頭無頭にかかわらずステンレス製です。先が丸まってて頭があるということで有頭です。この水色の袋の中に入っているのは無頭針、先端が丸まっていません。上が有頭で下が無頭です。私が愛用しているシガコンの無頭針には00番から5番までの数字の針があります。無頭針を使う理由は写真を撮った時に持つところが大きく映り込んでしまうからです。続いてヨーロッパの針を紹介します。スチール製でエナメル塗装がされているものとステンレス製のものとがあります。インセクトフェアなどで変則済みや変死済みの標本を購入するとこの針がついてくることが多いです。針の先端についている頭、金色に輝いて存在感があります。これはステンレス針です。ヨーロッパ製の針にはドイツ製、オーストリア製、チェコ製があります。先端を丸めてあるのではなくナイロン製の頭がくっついています。大概金色です。こちらはスチール針にエナメル塗装がされたものです。頭は同様にナイロンのヘッドがついています。ヨーロッパの針の場合大概は 38mm の長さとなっています。シガコンの針の場合有頭が 39mm、 無頭が 40mm となっています。一番の標本針は小型のクワガタムシに使用しています。これはスジクワガタです。私の場合2番をカナブンに使っています。カナブンは小歯が薄いのでもっと細い針を使うことができるのですが、細い針だとくるくる回ってしまうことがあります。そんなわけで少し太めで2番を使っています。3番は中型のクワガタムシやメスに使っています。中型のクワガタやメスに使っています。4番は大型のクワガタムシに使用しています。これは丸バネクワガタです。5番は滅多に使わないのですが大型のクワガタムシ、重量級なものに使っています。外国産の平田クワガタです。0番や00番は違った用途に使っています。標本が回ってしまわないように大顎の固定に使っています。またラベルにも使っています。海外の昆虫針には日本製にないサイズの針があります。ヘラクレスオオカブトやゴライアスハナムグリなどに使える長さの長い針が存在します。日本製の針では短すぎて大型のカブトムシに使用することができません。刺すことができないので複数の針で固定しています。我が家で唯一使用している標本を撮影しようとしていたら悲劇が起こりました。標本針を収納しておく専用の木箱があるのですが使い勝手が今一歩なんです。ひっくり返してしまうと針が全部混じってしまいます。微妙な隙間もあり0番や00番の針が中に入ってしまうことがあります。そんなわけで私はこれを転測用に使っています。標本に刺すための標本針はこのようにして保管しています。たくさんあるのは通信販売で買うときに送料を節約するためです。あとは転測に使用する待ち針を紹介しておきます。ダイソーのやつを使っています。使った針は自動車洗車用のスポンジに刺して保管しています。
初めて購入される方であれば、3番をクワガタムシに、4番をカブトムシにというような感じがいいかもしれません。最後までご覧いただきありがとうございました。また次のビデオでお会いしましょう。さようなら。さあ、伏せくっつけなきゃ。